今回ご紹介するのは、セクターの自動巻き時計、950、ダイバー、300m、ノーリミッツです。同社が掲げるノーリミッツ限りなき挑戦の精神を持つ、冒険家をサポートするダイバーズコレクション。後にクロノグラフモデルが登場するなど、当時のセクターを支えた人気950シリーズです。本品はチタンケースモデル。サイズ。ラグ幅は19ミリ。ベゼル径は約35ミリ、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約45ミリ、厚さ約11ミリ、風防含む、腕回り最大18センチ前後です。操作方法。ベゼルは左方向のみに回転します。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。ルーズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで出巻きができます。ルーズを一段引いて回すとデイトがチェンジ。二段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。操作後は必ずリューズを締め込んでおいてください。精度。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤は3度模様のグレーカラー。全数字と夜光ハンドの組み合わせ。3時1に実用的なデイト表示。ダイバーズウォッチながらも落ち着いた雰囲気の風防デザインです。チタンケースは逆回転防止付きベゼル。ねじ込みリューズの軽量ラウンドフォルム。裏蓋はスペックが刻印されたスクリューバックです。バンドは専用のブレスレットを装着しています。アウトドアに最適なセクターのスポーツウォッチです。セクターはノーリミッツ限りなき挑戦をコンセプトに開発されるイタリアンスポーツウォッチのブランドです。現在では超一流冒険家集団ノーリミッツチームへの協力支援を推進中。地球規模の過酷な冒険活動により商品テストを行うことで超耐久性、超機能性、機能美を追求した時計は多くの人々に愛されています。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋。すれ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防。特に目につくすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ブレス。バックルにセクターマークが確認できます。すれ、
個傷が認められますが、すぐに装着可能です。素材はチタンですが、バックルは SS です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。